ペーターポスト、1977ペーターポスト、1960ペーターポストは、オランダ・アムステルダム出身の元自転車競技選手。6日間レースでは一時歴代第1位となる65勝をマークし、6日間レースの顔とも言える存在であったが、ロードレースでも活躍し、またチームディレクターとしても名を挙げた。1960年にエネコーツアーの前身にあたる、 ロンドファンネ・ネデルラント、1962年に、ドイツツアーで、総合優勝を果たしたほか、オランダ人選手として初めてパリ・ルーベを1964年に、制したが、トラックでの走りを熟知しているポストらしく、ルーベの競技場でブノニブエを最後に競り落としての、勝利であった。ロードレースにおける実績も十分一流と呼べるもので、あるが、やはり、 ポストといえば、6日間レースの方が特筆すべき、実績を残している。初期の頃は、リック・ハン・ロイとコンビを組む回数が多く、10勝をマークしているが、後に、スイスのフリッツ・フェニンゲルとの名コンビで19勝をマーク。1968年のミラノ大会で、リック・バンステインベル編がマークしていた通算40勝を上回る41勝をマークして、歴代第一位となった。 その後、後に、自身の歴代通算勝利記録を更新する、若手のベルギー人、パトリック・セル・キュとコンビを組み、1971年まで2人のコンビで14勝をマーク、通算65勝を挙げた。同レースにおいて、出走回数が100回以上の選手の中で、通算勝率が4割を超えているのは、ポストただ1人である。この他のトラックレースの実績として、 オランダ国内選手権の個人を言い抜き種目において6回の優勝を果たしたほか、欧州選手権においては通算14回の優勝を果たしている。1963年にオランダスポーツマン・オブ・ザ・ヤーを受賞した。65章の足跡、編集1972年に現役を引退したポストは百七十四年に T.I. ローリーの監督に就任。ハニー・クイパー、ヘリー・クネットマン、ヤン・ラース、ヨープ・ズート・メルクといった名選手たちを指揮した。また1983年にはパナソニックの監督となり、フィル・アンダーソン、エリック・ヴァンデレールデン、ビアチェスラフ・エキモフ、オラフ・ルード・ビッヒ、マウリツ・ヨォンド・リエストラを指揮。 歴代のチームディレクターとして高い評価も与えられている。パナソニックの監督を退任後は一時現場から離れたが2005年からラボバンクの顧問役として活動していた。また、1965年のツールドフランスにおいてドーピング使用を認めた。2011年1月14日、アムステルダムで死去77歳ボーツ HTTP ノス NL アーティケル 211655ピーター、ポストオーバーレダン、HTML ハット、アーカイブされたコピー。2008年7月27日時点のオリジナルより、アーカイブ、2007年8月6日閲覧。 h t t p g e s c h i e d e n i s v p r o n l t a r d i k e l e n s a n c o c o 4 8 1 0 4スラッシュ。ありがとうございます。